なんだあのじいさん。泣いてない？私は画家としてあるまじき罪を犯しました。世に言うその盗作を私は我が国の美術界にもそして左右にも皆様にどうお詫びを申し上げ申し上げたらいいか。泣きすぎだろ。先ほど行われた斑目氏による緊急謝罪会見の模様をお伝えしました。斑目氏は盗作の事実を教会に申告した後、警察からの出頭要請に応じたとのことです。前テレビ出てなかった？斑目氏は教え子らへの虐待容疑に加え、無断で作品を自作と偽って発表していた疑いがあるほか、代表作さゆりに関する盗難被害の届けが詐欺目的の狂言だったとも疑われています。大物に持ち上がった大掛かりな違法行為に美術界では衝撃が走って。あのじいさん終わったね。市は会見後身柄を警察に移される予定でしたが、高齢を考慮され警察病院での聴取となる模様です。しかし簡易鑑定では精神に異常はなく、責任能力はあるとの見方を示しています。そんなジジイに優しくすることないのに、なんで自分からバラしたわけ？ありえなくね？また市の拠点に怪盗団を名乗る何者かが不審な声明文を貼り出したとの情報があり、警察では容疑を特定しない形で関連を調べることにしています。怪盗？泥棒とじいさんの土下座となんか関係あんの？ああ、聞いたことある怪盗団。悪い心を盗むんだって。だから犯人、自分から謝罪しちゃうって話。心盗むって何？できなくない？そんなの。けど、俺もなんかネットで見た気すんな。確か予告状だけはマジで出されたっぽいぜ。あなたのハートいただきます。見てえな。マジでそんなやついたらすげえわ。神ってるわ。怪盗団ねえ。また怪盗団。見た見た、マダラメのニュース、鴨志田の時と同じだ。怪盗のこともちゃんと言われてたけどよ、面白くなってきたな。うまくやりゃ狙った通りに改心だ。この力マジで見返すどころか世の中大騒ぎになんじゃね。ガンガンやってやろうぜ。この調子でどんどん広まってかねえかな。二度目ってのもでかいぜ。こんな偶然普通ねえからな。続けていけば絶対みんなに勇気与えられる気がする。少し静かにした方が良さそうだ。知り合い？バカほどいいんだ。君たちちょっといいかな。はーい、何かご用でしょうか。何度見てもしびれる棒読み具合だぜ。何してるの？どういう友達？本当か？こんなところでお茶もないだろうが。今からどこ行こうかって。まあ今日はいいけどね。あまり遅くならないうちに解散しなさいね。変な事件も多いし、例の画家のニュースで騒がしいしね。気をつけまーす。昼間っからよ、あいつら暇なんじゃね。あんなアドリブやめてよ、焦ったし。今まで以上に警戒した方がいいぜ。第二の怪盗騒ぎが巻き起こってる最中に前回と今回の被害者が合ってるわけだしな。まさか会話聞かれたりとか。
平気だよ。この人混みだ、気にしてんのは俺たちだけ。それもそうか。ところでさ、ユウスケ、マダラメからなんか聞けた？怪しいやつがどうのとか言ってたじゃん。それが問い詰めては見たんだが、やつは自分に何が起きたかさえ理解していない。私らに欲望を取られたこと、実際に見たわけじゃないんだもんね。下手すれば刑務所行きって噂だ。やつから情報を得るのは難しいだろうな。つかお前、これからどうすんの？あの家を出るよ。あんな場所ではもう絵は描けない。当てあるの？学生寮がある。美術科特待生の俺は無償でいいそうだ。特待生？え？お前すごいの？高牧さんの家でもいい。って、はぁ？いつでもモデル頼めるし。バカ。まあ、ユウスケも一人になっていつでも集まりやすくなったけどな。ひとまずは事件経過について様子見だ。それに、マダラメ級の大物ってなると時間も多少かかりそうだしよ。とにかくおとなしく学園生活しつつ次のターゲット見つけよ。リュウジ、また頼むぜ。それまでは準備だな。北川ユウスケ。鈴井志保に続いてまた面識の浅い他人のためにやったっていうの？二度も追い返されて通報までされかけて、そんな相手を上がり込んでまで助けたわけ？しかも城の次は美術館。宝を盗めば心が入れ替わるなんて妄言、まだいい人好きなのね。いいわ、そんな話出任せなら仲間と口裏合わせなんてできないはず。新しく加わった仲間のことを話しなさい。意地なんて張るのは無意味よ。自分の立場を悪くするだけ。マダラメのたった一人の門下生なんて調べればすぐに分かることよ。仲間は売らないって言いたいわけ？はあ、いいわ、聞きたいことはたくさんあるから。この頃からよね、怪盗団人気に火がつき始めたのは。ネットに嘘があふれて、自分にも予告状が届いただの、怪盗に助けられただの、情報収集の手間が10倍になったわよ。本当に勘弁してほしかったわ。次の標的はこの男、金城純也。この男は今までの二人とは訳が違う。警察も手を焼いてた本物よ。こんな悪党をどうやって落としたの？聞かせて。容疑者は覚えていないなどと意味不明の供述を繰り返しており、警察では精神鑑定を行い、犯行の経緯や動機の解明を進めるとのことです。囚人学園の鴨志田、そして今回のマダラメ、共通点がいくつか見つかっています。突発的な心変わりの直前に予告状が送られていたり。なるほどね。だが一連の精神暴走事件と関連づけるのは飛躍しすぎではないかね。そもそも君が踏み込めば警察がいい顔しないだろう。縄張りだのメンツだのにこだわってる場合じゃ、ここ 2,3 年の間に起きた事件を関連づけて調査すべきです。分かった、任せる。日々の業務に支障をきたさぬ範囲でな。
ありがとうございます。余計な真似を、あの女。異常とも思える事件が相次ぎ、不安が広がっているのは承知しています。これは大変憂慮すべき事態です。国民の皆様が安心して暮らせるよう全力を挙げて取り組んでまいります。怪盗団を名乗る連中といい、あれが明るみになれば。守備はどうだね、例の件。はっきりご報告できるようなことはまだ。見当くらいつかんのかね。教師を挑発できる生徒がどれほどいる。目星ならすでに。ただ確証が得られておらず。鴨志田先生のセクハラのことご存知だったんですよね。校長、それを聞いて何になる。私は正しいことに協力しているんですよね。焦る気持ちは分かっているつもりだよ。自殺未遂者まで出てしまって、生徒会長としては痛恨の極みだろう。はい。全ての生徒たちに安心できる学園生活を提供すること、それが今我々が取り組むべき事案なのだよ。だから心の回答を探すんですか。実在するかもわからないのになぜそこまで。まだらめの事件、君も知っているだろう。鴨志田先生の時と同じ予告状が使われたと聞きました。うちの生徒とは無関係だと信じたいものだ。そうですね。そういうことだ。余計な詮索はやめて最善を尽くしたまえ。まだらめの会見見た？皆様にお詫びを。ってあれだろ。マジで怪盗団ってのがやったのかな。心を盗みますっていうあれ。な、ものいるわけねえだろ。けど偶然にしてはできすぎてんだよな。よし。どう？次の大物って見つかった？なもん、昨日の今日で見つかるわけねえだろ。それもそっか。
私テレビ局にしたけど、あんたたちどうすんの？え？あ、やべ、社会科見学サボりて。そういう行事はちゃんと出とけよ。目つけられんなって言ったろ。俺の場合、急に真面目くんになる方が目立たね。へりくつこねてないで行け。じゃあみんなでテレビ局にしよう。なんか番組収録見れるらしいよ。女優とかいるんじゃない？もうネットの情報待ってる以外やることねえし、まあいいか。それに行事にちゃんと顔出しとく方が妙な疑いかけらんねえだろうしな。じゃ戻るわ。テレビか、ちょっと髪切っとくかな。あいつやっぱバカだ。本当に何も起きなきゃいいが。ナナ。